話。どうも、解説のハンマービートシャーク先生です。翔ちゃんの友達ロクロマンサーが翔ちゃんのために用意してくれたストレッチーズミュータントファイターズコンプリートセット。突然ギガサターンという悪いやつが現れて、コンプリートセットがバラバラになってしまった。コンプリートセットの箱の中に全部のミュータントを戻せばドクロマンサーを救えると聞いた翔ちゃんは、友達を救うためにもミュータントを見つける旅に出ることに。果たして翔ちゃんは全部のミュータントを集めることができるのか。ギガサターンとは一体誰なのか。今集まってるミュータントは4人、全部でミュータントは16人。翔ちゃん頑張ってや。それでは3話スタート。やけにあっさり見つけてくれたな。評価は少し難しい。ちょっと難しいなんで。難易度を上げてやる。つけることができるか。手がかり4や。うまや。これ、やめの上かな。やめの上とかであるで。やめ？やめ。あ、ちょっと分かってきたかも。タケノコの里の箱の上にあるってことちゃうか。そうかな。まあね、一番上のとこにミュータントがあるみたい。おっちゃんのタケノコ取れる山のことかな。うまい。まあ、ちょっと山行ってみようか。おっ、いや、目が肉になるな。ね、目がねえになるんじゃん。屋根の上？屋根の上や。屋根の上や。裏の屋根の上やって。裏。あった。ほら。お前や。あった。あった。あ、ほんまや。取れた。ストレッチーズミュータントファイターズ。なになに？暗闇で光るやつ。光の戦士。さよー。ネイコキングでした。やったよ。ストレッチーズミュータントファイターズ。ギガサターン。あ、なになになに、なんて書いてある？はーいと。バラ。はいバラ。はいバラ。ここはいバラやで、しょうちゃん。お前や。ここはいバラ。電車。駅。はいバラ駅ちゃう？お前や。行ってみようか。はいバラ駅にあるんちゃう？行ってみようか。行ってみよう。よし、車乗るか。おい、海苔だけ食うかい。いや、おにぎりも食べてや。おー、えらい。ケンタかと思うって言ってた、しょうちゃんが。誰が来るんだろうか。どこ行った？え、しょうちゃん、もう開けんの？メガドファイター。誰？ポジド。ジャイアントホーンサイや。ジャイアントホーンサイ、やったー。4番やって。4番、よかったやん。6個目ゲットや。あ、そこパイレッツ。そこパイレッツと戦ってる。あ、え、オクトパイレッツやって。あ、来た。ジュース服木って書いてる。木の中やって。木の中。テニスや。テニス。テニスコートちゃう？ああ、あそこちゃん。もう結構夜になっちゃったな、うん、なあ、探してみようか。とりあえず謎、うん、どうやった？楽しかった。楽しかった。木の中、木ってどれやろ。ここも木やな。あっち行ってみようか。ちょっとわからんな、これやったら。テニスコートこれ。一回帰るか。うん、なあ、また明日の朝これ。残念な、見つからんで。どこで？あった！こんな人で来たんか。初めて動いたー。今日の問題はティッシュ。これまだある。あった！どう？うわ、ほんまや。あった！